象は史実によって決まってるんじゃないの？そのはずなんだけど、ブレイク現象でずれたかも。ミッションデータの実装も激しいんだよ。何がどこにあって、何が欠けてるのやら。招待中、もう足で探すしかないの。肝心な時に、くそ、まあ、オールレンジ攻撃。未確認機発見、ソレスタルビーイングか。今の私たちって、ソレスタルビーイングのサポート部隊だからね。とはいえ、私たちはレーダーにリンクできるわけじゃないけど、確か量子コンピューター、そこから計画案を伝えられるんだって。イオリア計画の全貌についてはなぜかデータベースの閲覧許可が出ないけどね。終わりだぜ。当てる。それぞれビーイングの機体を発見。奴らの保管が近いぞ。捜索隊に連絡しよう。いや、私たちも分かってないから。さくら、トレミーはどのあたりなの？ミッションにデータ使い中。おかしいな。特定不能。コズミックイラのモビルスーツもいるけど、他の歴史からのブレイク現象が影響してる。やな。ちょっ、ちょっ、とっておきだ。ジョシュアの入り口を探せ。敵の防衛隊と交戦中。増援を。ジョシュアって地球連合コンビ、アラスカ基地のことよね。あるブレイク現象同士が干渉してる。このミッションデータ型でオーバーフローした形跡があるんだよ。その時何かしらのデータが作れた。それがトレイルの位置が特定できない理由なのかしら。Thank you.
君たち、まだ相手は分かっていない。さて、どう出るか。ソレスタルビーイング、あれがイノベーターの一人だ。リバイブリバイバリー、計画のために梅雨払いをさせてもらうよ。こいつで終わる。やっぱりイオリア計画のこと。愚かだね、僕たち。第二段階を加速するために作られた存在。敵の味方もレーダーの思惑で動いてる。イオリア計画の最終的な目的は何なの。リム姉さん、混乱中のところごめん。極楽しているデータが判明したよ。プラマイオス2、トレニーそのものがこのミッションで存在してない。オーバースローしたデータって、私たちが守るべき戦艦だったの。終わりはしない。これで終わりだ。行け、頼む、頼むぞ。行け、沈め。展開、ここで仕留めさせてもらうよ。思いだけでも力だけでもやらせはしない。X-10A フリーダム、キラ・ヤマト君の復活だよ。戦艦が一隻オーバーフローするほどの巨大な干渉データがガンダムだったんだ。ここは、それに君たちは、こちらアークエンジェルのサポート部隊、ジョシアまで誘導します。大丈夫なの。彼はこれまでの戦いでとても傷ついてしまったって。何もでき、これ以上はやらせない。やめてくれ、もう傷つけたくはないんだ。なめるな。キラ君、イノベーターの使命のために戦ってる。だから、分かってる、分かってはいるんだ。何としてでも撃ち落としてやる。そこだ、今だ。これで決める。この僕に傷をつけたこと、いずれ後悔することになる。君が何者かは知らない。邪魔をしないでくれ。僕には行くべきところがあるんだ。その行為の愚かさを僕が教えてあげるよ。たとえそうだとしても、僕は誰かのために戦うことが愚かなんてことはないはずよ。僕が人間などに遅れを取るとは。天気の撤退を確認。さくら、フリーダムをブレイクアウトさせて。了解だよ。キラ君の願いに、行きたいと望む場所に。ありがとう、二人とも。そして小隊長さんも。小隊長さん、お疲れ様。私たちも探さないとね。そうね、このミッションから失われたプトレマイオス2のデータを。こちらブラボー。